今日もなぞと百姓天国、本日は2022年7月11日。はい、今日もなんだか暑かったですね、月曜日ね。いやはや、さあ実はね、今日もう夕方なんですけどもね、つい先ほど お帰りになられたんですけど、今日はね来客がありましてね、関東からわざわざ関東からね車飛ばしてね来ていただいた方がおられまして、いろんなお土産をいただいたんですけどもね、なんかすごいこんな立派なね、うわすごいな、これは入れてなきゃいけないのね。なんだろう、わかる人います？ケーキですね、チーズケーキっておっしゃってたかな。すごいワンパック、お店をやってる方なんで、お店と畑をねやってらっしゃるんですよ。タニアズカフェさん、タニアズファームさんっていうね、名前の、あ、これルバーブジャムだね、わ美味しそうだね。もちろんオーガニックでね、千葉県千葉市だったと思いますね、千葉県千葉市の、タニアズファームさん、タニアズカフェさんね、旦那さんというか、旦那さんじゃないらしいんで、そのファームの担当の人がね、 K さんっていう方が来ていただいてね、お一人で、そのお店をやってるタニアさんっていう方は今ちょうどね妊娠されていて、てお子さんがね、もうそろそろ生まれるということで今日来たかったそうなんですけども、ちょっとね事情があって来れなかったらしいんですけども、ありがとうございます。なんかね、タニアさんね、こんな立派なのいただきました、ありがとうございますね、わざわざなんか後で食べますね、わざわざね遠方からお越しいただきまして、ちょっとね午後から、僕も午前中ちょっとね用事があったので午後から来ていただいてね、いろいろ今までこう喋ってみたんですけど、まあ多分ね、その今日は、何の種まきか、ドルチェオですね、まあ、カリフローレのね60日からスタートですね、60日、75、90日、うちはこの3種類を作るんですね。よかったら、ね、参考にしてください。もうとうとうこのねドルチェオレまでかかってきまして、もうあれです、秋冬はこれでね待ったなしの段階に入りましたね。何でも巻かなきゃいけない時期でね、忙しくなってきたわけですけど、今日は7月の11ドルチェ60ですね。この60、75、90っていうのでね、うまくこの品種のね違いを組み合わせれば、うまくすればね、今巻いて、いつぐらいに取れますか、7月から巻いてですよ、もっと早く作ろうと思ったら作れるんだろうけど、あんまり早巻きはね多分ちょっと厳しいですね、畑がね。今巻いておそらく9月ぐらいから取れ始めて、うまくすればねこの90ってやつで引っ張れば11月12月ぐらいまでね取れる可能性があるということですね。でもこれ見ると60は結構6月に巻けるんだね、あんまりね多分早巻きやってもあんまり成功しないと思いますけど、さあそれでそのタニアズカフェさんのね話ですけれども、タニアズカフェさんね、フェイスブックとか見させてもらって、関東の方行かれた方おられますかね。やっぱすごい、僕行ったことないですけど、やっぱ見るからに素敵なところですね。要するにカフェがちゃんとしてあってですよ、でその前に畑がね1ヘクタール弱ぐらいあるらしいんですよね、まあ、まさに理想の環境ですよね、でやっぱりこうねその、やられてるね、方がやっぱり外国のその女性の方というので、やっぱりオーガニックのね一つのその形というのが多分ね頭の中にね描いてらっしゃるんですよね。でやっぱりね、まあ正直言ってオーガニックということで言うと、やっぱり外国の方がはるかにそのねその農園オーガニックファームという形態もそうですし、いろんなそのスタイルはねはるかに進んでいるわけですよね。残念ながら私もねオーガニックファーム、まあ畑をずっとやってきた
あの実であるわけですけども、ね、この今の日本広しといえどですよ、その畑のオーガニックの中にちゃんとしたそこで作られてるカフェがあるっていうそのスタイルって本当にないんですよね。まあ正直僕もね、いろんなところに行きましたね、オーガニックそういうなんかカフェっぽいもの、畑のカフェっぽいものだけど、まあ正直そこで本当に作っているっていうあのね、まあ一応こうやってプロの農家から見た時に、それはちゃんとした木の下オーガニックの農園とカフェなのか店舗なのかってね、私もお店をやってた人間からするととてもそうは言えないものが、まあね、なんちゃってカフェっていうのがほとんどなんですよね。そこのとこ行くとね、ここのタニアーズファームさん、タニアーズカフェさんはかなりね、それの理想に近いところに、今位置的にあるように思いますね。で野菜もね、畑もだから3ヘクタールぐらい確保してるということでね、千葉市の中心だと思ってやっぱり結構ね広いところあるみたいですよね。羨ましいなって話でね、私もね、あのカフェをオーガニックカフェをね、あの百姓図カフェっていうのをかつては出してたわけですけれども、なかなかね、あの街中に出すっていうのはね、多分だからちょっとねまた違うんですよね。でやっぱりこういう私がこうやって今あの堆肥場のところをね、なくしてそこにカフェを作りたいっていう、やっぱりこの山の中に作りたい、あるいはこういう畑の中にカフェをちゃんとしたものを作りたいってやっぱりずっと思ってるわけですけど、それってやっぱり実現のそのレベルがね、ハードルが高いわけですよね。まあなのでなかなかね、口で言うのは簡単ですけどお金もかかるしね、でやったところでどれぐらいの実入りはあるかっていう考えるとね、本当に採算を取るか取れるか取れないかって言ったらやっぱりかなり難しいですよね。まあそういう意味であのすごくね、あの皆さんも見てください、 Facebook でねタニアーズカフェと検索すれば出てくると思いますのでね。今日はねそういういろんなセット野菜の作り方とかね、あの特に土作りとかね、いろいろまだねそんなにあの、何十年ってやってる畑の方はねやってるわけではないようなので、それでもねいきなり3ヘクタールをねまだ新規収納して何年も経たないのに回さなきゃいけないってことでね、すごくだあの K さんっていう方はね、男性の方はあの頑張られて、おられるようなんですけどもね、まあ、あのいつも言うことなんですけど、そういうふうにね畑をやってそうやってレストランっていうこのスタイルですよね、割とこれをね望むというか希望する人は多いんですけども、実現している形がなぜ少ないのかっていうと、あの異業種から、例えば飲食から畑をやる、あるいは例えば何でもいいです、他のなんか IT 系の会社の人がね畑を持ちたいとか、そういうのは多いパターンなんですよね。だけどまずほとんど失敗するのは、要するにあの異業種から畑をやるっていうのだとやっぱりね、そんなに畑仕事って、しかもそれを無農薬でやるっていうのは甘くないわけですね。なので実際はほとんどそれで成功した事例っていうのはないわけです。で成功する事例はじゃあ何かっていうと、まあ自分のこと言うと恐縮ですけど、そんな大した成功ではないわけですけど、農業者がきちんと畑をやって、そこから飲食とかをなんとかやってみるという形ですよね。これはある程度成功しやすいわけですね。でやっぱりどっちが大変なのっていうと、もちろんお店をやっていくのも大変ですよ。でも畑ってそれ以上に多分難しいんですよね。だからどっちが成立させなきゃいけないのかってなると畑なんですね。もちろん飲食もね、今もこういう時代に入りましたのでボンボン潰れていってるわけですけどね、畑って難しいんですよ。でしかもそれがね、こうやって農業者以外の人が取り組んで成立するのかって言ったらほとんど成立しないんですね。なので皆さん気楽にね、あのお店とかやったらその前にね空いてる土地とかあって畑があればそれを借りてちょっと農園の真似事のようなものを始めるわけですけど、でそこでね野菜作ってそれを出そうとか皆さん思うでしょ、ね、でもそれで実際にちゃんとそのお店にね、あった野菜ができるかって言ったらほとんどの人はできないわけですよね。そんなに甘くないので、野菜を作ったり農産物を作るというのはね、だからハードルが高くなるわけですね。
だから必ずその畑をちゃんとやった人が他のことをやるっていうパターンじゃないと、そういうパターンってなかなか見受けられないんですよね。だからそこはね、今日の K さんという方が話してて、やっぱり畑に魂を込めれるのかどうかっていうことになっちゃうんですよね。非常に抽象的な言い方で。だから技術はもちろん必要になってくるわけですけど、なんかねその辺がほとんどは特にね企業とか会社とかなんかねそういうグループとかで、みんなで畑を持とうみたいなね夢を語るのはいいんですけど、それでねましてやその農産物を作って売って利益を上げるなんて、まあほぼ不可能なんですね。はい、それでうまくいった試しを見たことがありません。はい、それで毎月赤字を垂れ流している会社とか、名前は出しませんけどいっぱいあるんですよ日本にはね。だからやっぱり畑って皆さんが一般の方が思うほど簡単ではないんですね。はい、農産物を作るということは、で大概はね無農薬でやりたいみたいな、そういう甘えたこと言っちゃいますから。まあでも今日はね本当に楽しくオーガニックをね志す同じ仲間としてね、とても楽しい話をさせてもらいました。わざわざね関東から来ていただいて、ものすごくね私の動画を本当にね逐一かなりね、おそらく多分2000本以上あるんですけど、多分大概ほとんど見られたようですよね。かなり見てくださっててね、もうすごく参考にさせてもらいますってね。まあ本当にそういうのは嬉しい。なぜ嬉しいかっていうと、本当にねそうやってオーガニックでちゃんと飯を食っていきたいっていうその人のために、僕はこの十何年ね、この動画を残してきたんですね。だからぜひねそうやって参考にしてくださると僕はすごく嬉しいです。はい、まあ無駄じゃなかったかなっていうふうに思いますね。だから良かったですねと思ってね、ちょっと今日は嬉しかったですよ。でわざわざこうやってね、でラジオも聞いてくださってるみたいでね、本当に恐縮至極でございました。まあ今日はねそのいろんなちょっとここでは話せないような私がねセット野菜のポイントというかね、そういう企業秘密というと大げさですけども、なんて言ったらいいんですかね、まあどういうふうにやるのかということのこのまあいくつかのねポイントを直接お伝えしてね、なるほどっていう形で、それはすごいですねっておっしゃってましたけど、なかなかね気づかないポイントだと思いますけどもね、それもいくつかねお伝えさせてもらってね、すぐにやってみますっていう風にね、そういう風にしてなんかねどんどんパクってやってもらえればねいいんじゃないのかなっていうことでね、いろいろ話をさせてもらったんですけども、よし、やっぱりなんかね嬉しいですよね。そうやって、ね、わざわざね関東からこうやって1日かけてね来ていただいてね、本当になんか恐縮なんですけどもね、わざわざ来ていただくねその価値があるかどうかってね、まあなかなか自問自答するとね僕にというか僕のやってることに我が農園にそんな価値があるっていうのはね、なかなかこうあれですけどもね、本当に恐縮だったですけど、まああえて感動していただければそれはそれで僕も嬉しいことなのでね別にこんな還暦間近のハゲジジイにね会ったところであれなんですけど、まあでも僕がねやってきたことと、こういうねセット野菜とか、あとそういうねカフェのまあやり方とか含めて、そのどういうふうに例えばねセット野菜をどうするのかっていうことはね、いくつかねそれだったらこういうふうにもう少しやった方がいいよとかっていうようなことはね、ある程度なんとか聞いてね話を今日ねさせてもらいましたけども、参考になればいいのかなというふうには思います。まあその中でねやっぱりそのタニアさんっていうね女性の方は外国の方なので、やっぱりねその周りの方もその買いに来られる方もその外国の方のコミュニティが多いわけですね。そうするとやっぱりね
小松菜とか穴が開いてようが虫がいようがむしろそちらの方が安心だというのがね、やっぱりそこが一番あの生産者にとってはあのありがたいことなんですよね。要するにね、僕ら何のためにそうやって無農薬でやってるかっていうところはあるわけでございまして、ただそれはね今のこの時代であとね、無農薬であったって葉っぱに穴が開いていたら商品価値はないんですよね。それが現実なんです。なので僕らは綺麗に仕上げなきゃいけないっていうプレッシャーがあるわけですね、はい、10年前20年前ならいざ知らず、今ねおそらくオーガニックの野菜でねどこでもいいですよ、楽天でもアマゾンでも注文したら、穴だらけの小松菜、穴の開いた小松菜をおそらく送ってこないはずですよね、はい、でもそれがねその外国人コミュニティはむしろ虫がいたり穴が開いていても誰も気にしない、それを一品300円ぐらいで買ってくれるとね、まあ本当にそういうコミュニティが あるとすれば、それは生産者からするとこんなにありがたいことはないんですね、はい、でもそれは日本の消費者は許しますかって話でもうほぼ許さないんですよね。だから私もこうやってね二十何年やってきて、もう穴の開いたそういうものはもう基本的にはもう入れません、畑で捨てるわけですよね、はい、で我々生産者というのはのオーガニック生産者というのはね、もうそういうこう矛盾のところをずっと歩いてきてるのでね、まあ私なんかはもうだいぶこうあのなんて言ったらいいんですかね、こう慣れてると言いますかね、うん、もうあまりこうそこでね目くじら立ててオーガニックだからどうとかっていうことは言わないようにしているんですね、はい、あの疲れますのでだからいわゆる意識高い系の消費者って呼ばれる人たちっていうのは本当はねそういう意味では僕からするとね本当にこう理解しようとしているのかっていうのはね、まあ甚だ疑問でございまして、講演会だとかなんとか行くとね本当にこう全くあのずれたね質問が多いわけですよね。でそういうのを聞くとやっぱりなかなかねげんなりしてしまうわけですね、うん、まあいろんなことをね、まああんまりそういうことは本当は言ってはいけないことなのかもしれませんけど、多分それってねオーガニック生産者では当たり前あるあるでございましてね、うん、まあ一つは例えばねその方も言ってましたけど今日来られた方はね3ヘクタールをまだねあの回し始めて本当に数年というかねまだ頑張ってあのやってるって感じではあったんですけどね、例えば、草マルチはどうですかとかってね、まあお客さんから聞かれたりとかね、まあこれも結構我々、オーガニック農家がね草マルチはどうですかって聞かれることは結構疲れる質問の一つですよね。ぜひねこれ皆さんあの覚えておいてほしいことなんですけどね、特に消費者の人にはね観光農家の方に聞くことはないと思いますけど、我々ねオーガニック専業農家に草マルチというやり方はどうですかとかね、それを聞かれるとね我々は結構疲れます正直申し上げて、はい、疲れるというか何でしょうね、何とお答えしたらいいんでしょうねということでね、難しい質問の一つですね。どう答えたら正解なんですかね、まああと種のこともねよく聞かれるっておっしゃってましたけどもね、種もね、まあ本当にねどう答えたらいいんでしょうかね。まあもちろんありのままをね普段やってることを答えるわけですけど、うん、まあそういう意味ではね何でもそうなんですけど、オーガニックっていうものは本当にイメージで語られることがほとんどなので、まあ実態とはかけ離れているんですね実際はね。なのでね、まあ我々オーガニック農家っていうのはその、かけ離れたその矛盾の中でね農作業をこなしていって、私はそこの中でね20年こうやってやってきたんですけどもね、まあ埋めようのないギャップとね果てしのない疲労とまあだからそういうことに関してはねできるだけストレスを抱えないようにね、気をつけているつもりなんですね。うん、多分ね観光栽培の人からすると何を言ってんだろうっていう感じに思われるかもしれませんけど、意外とね我々オーガニック農家というのはねむしろそのね、観光栽培の人からこの理解されるとかされないとかそういうことは全然気にしてないんです僕らはね、
でもその消費者の人とか、その何でしょうね、あの本来ね本当に理解していただきたい存在の消費者だとかが、やっぱりあの観光農家の方の方が農業のことはもちろん分かっているので、その人たちはね、大体僕らのやってることっていうのが、わざわざ面倒くさいことやって大変だなっていうのはね観光の方々は皆さんよくお分かりだと思うんですけど、消費者の人はやっぱりなかなか分からないので、そこら辺がねかなり、ギャップがあるんですね。うん、まあ難しいところでございます。まあその辺はね、僕ももうあえてね、何もこう聞かれたら答えますけどもね、なかなか自分から伝えるということはね、なかなか8ヘクタールやっていてね、8ヘクタール、おお、8ヘクタールやっていて草マルチというやり方はどうですかって聞かれるこの疲労感ですよね。これを何に例えたらいいんですかね。何に例えたらいいんでしょうかね。ダルビッシュとか田中マー君とかって、ああいうメジャーを経験した超一流のピッチャーが、ね、スライダーを投げるときはもう少し肘を下げた方がいいんじゃないですかと高校生から言われるようなもんなんですかね。腹を立てずに答えるのが難しい案件の一つではないでしょうかっていうふうに思うんですけど、どうですか。よいしょ。まあね、いいんですけど、よいしょ。この時期はね、あの暑いじゃないですか、とっても暑いんですよね。で発芽も早いんですよね。なのでこうやってかぶせますよね。かぶせてるとこうやってまあ穴が開いたりするので、これをねできるだけ二重にしてあげるんです。でできるだけ暗さを保った方が発芽は早くなるですね。はい、よかったら参考にしてみてください。まあどっちみち1日2日で外すんですけど、よからさ、じゃあ200ぐらいにした方がいいかな。一気にこれもねできると、これはこれでねできるだけずれてね作りたいので、200ぐらいにしておきますか。草マルチと、あともう一つは種ですね。種は自家採取はされてますかっていうね質問も、これも結構多いですね。オーガニックで、でいやまあ大半もちろん種取りもしますけど、キュウリとかね、実のついてる花菜と呼ばれるねキュウリがかぼちゃなんかはもちろんね一部種取りはしますが、キャベツブロッコリーなんかはね当然 F1 種ですし、それ以外の選択はないっていうことなんですけど、種取りをせんといかんのですかね。そんなこと言ったら日本のオーガニック農家の99.9999% は崩壊するんですけど、ね、家庭菜園の人はね種取りゃいいんだろうと思うんですけど、僕ら営農している僕らが種を取るっていうことを本当にちゃんとやろうとすると、まあね十中八九破綻すると思うんですけどね、多分ほとんどは多分できないっていうね。だからまあやれと言われたらやれんこともないでしょうけど、まあ多分ほとんど不可能ですよね。ヘクタール単位がねちょっと広がってくると多分できませんよね。あ、200でよかったね。だからこれでいいかっていうことですね。まあこういう話はねなかなかね、その一般の方っていうとあれですけど、その家庭菜園とね我々プロの畑の広さとかっていうのもね、あのその区別もなかなかつかないっていうことになるとねわからないんですよね。1ヘクタールって皆さん分かりますか。1ヘクタールね、3000坪ですね。3000坪って広いですか皆さんね。農業の世界においては、あるいは我々オーガニックの世界においても1ヘクタールって広くないですね。分かりますか。狭いとは言いませんけど1ヘクタールで、設定野菜は組めません。はい、たかだか3000坪ねですよね。含めてもね本当に100軒に満たないかどうかなので、
ですかね、家庭菜園だったらね、5m×6m で30平米ですよね。それって何分の1ヘクタールですかって話になるわけですね。はい、だからまあそういうねことを言い始めるとなかなかね難しいことになるので、あえて言わないんですけど、まあたまにねコメントでよくいただくんです。例えば同じ農業 YouTuber さんでね、別にいいんですけど、この方すごいですよって、百姓農園さんよかったら参考になさってみてくださいっつってね、その家庭菜園の農業 YouTuber の方のあれをよかったら勉強してみたらどうですかみたいなコメントが来ますよね、たまにね。いやいやいやと思うんですけど、これはねおそらくプロの農家であれば、僕がこう苦笑している、それに対してどうコメントしたらいいんだろうと苦笑しているその理由はお分かりかと思うんですけども、まあね、我々プロの農家が家庭菜園の人の何らかの参考になるということは基本的にはありませんので、まあそれって普通に考えてくれれば当たり前だと思うんですけど、よいしょ、なかなかね、埋められないギャップがあるわけでございまして、よいしょよいしょ。今日はねドルチェウレとりあえず200、乾いてるからあんまりあれだな、まあでも僕もねその今日のタニアズカフェさんのようにね、カフェがあってレストランがあってその前に畑があるというね、でそこからね取った野菜でお客様をもてなすというこのスタイルはね本当になんとかね作りたいなと思ってるんですよね。はい、作りたいと思ってます。まあハードルは高いんですけどもね、実際にはね農地の取得から、だからもうそういう意味ではそのタニアズカフェさんね、タニアズファームさんはもうすでにお店を運営されていらっしゃいますのでね、いつかねちょっと僕も今年の冬とかねなんとか時間見つけてねぜひ来てくださいってねおっしゃってましたんでね、僕も行きたいなとは思うんですけど、なんとか時間作ってね行ってみたいとは思います。素敵ですよね、皆さんねぜひ Facebook やあれで検索してね見てください。本当に素晴らしいですよ、畑もねガンガンやってますからね、3ヘクタールですからね皆さんね、なんちゃってじゃないわけですよね、本当に立派にねちゃんとおやりになってるので大したもんですよ。大体ねなんちゃってが多いんですけど、なんちゃってじゃないんですよね。よいしょ、そろそろまたねもう、茎ブロッコリーの一番手とかね、この辺キャベツとかももう植えなきゃいけないし、この、タイニーシュシュね、これで3番手4番手くらいに入ってるんですか、これももう植えられますよね。あっという間に大きくなりますからね、じゃん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 、もうこうやって苗ができてきたらね、はい、すぐにもういい苗ですね、はい、徒長させないようにねパパパパ植えていかなきゃいけないということでね、今日カリフローね、そしてまあもう今週はね黒キャベツカーボロネロとかね、その辺のやつの種まきも入ってきますね。忙しくなってきましたね、秋冬が本番を迎えております。よいしょよいしょ、そんなことでね今日はね本当に遠方から来ていただいてね、オーガニックの日本のオーガニック